ハーラン、ゴール王子は、アフガニスタンとパンジャーブで王になろうとした、アメリカ人の探検家である。ハーランは、現地で、地方政治と、軍事活動に関与し、軍事支援と引き換えに、ゴール王子の称号を彼自身とその子孫が得ることになった。ハーランは、ラドヤード・キプリングの短編小説、王になろうとした男のモデルとされる。 ジョサイア・ハーランはペンシルベニア州チェスター郡で生まれた。両親のジョシュア・ハーランとサラ・ヒンチマンはクエーカーで、ジョサイアと9人の兄弟は幻覚的な家庭で育てられた。父親はフィラデルフィアの貿易ブローカーで、息子たちの何人かは貿易企業に勤めるようになった。13歳の時母親が亡くなり、ジョサイアは読書に没頭するようになった。 ハーランが15歳の時に医学書とプルタルコスの伝記を読んだと当時の記録に残っている。彼はラテン語とギリシア語を読みフランス語を流暢に話すことができた。また植物学に深い情熱を持っていた。古代ギリシアと古代ローマの歴史を学び特にアレクサンダー大王の物語に強い興味を持った。1820年ハーランは 最初の探検に出かけた。父親は彼のために東側行きの商船の船乗員を確保し、インドのカルカッタ、中国の甲州へ出港した。この最初の探検から帰った後、次の探検に備えている間に彼は恋に落ちた。次の探検から帰った後に結婚する約束をしたが、カルカッタにいる時に婚約者が約束を破り別の人と結婚した知らせを受けた。 この知らせを受け、ハーランはアメリカへ帰国しないことを誓った。そして、その代わりを東側への探検に求めた。1824年7月、イギリス東インド会社に、下界として入隊した。東インド会社は当時ビルマとの戦争前で、下界が不足していた。会場で彼は独学といくつかの実践で経験を積んで医師会に出頭して、試験を受け、 軽かった総合病院の外科医に任命された。1825年1月から負傷、または病気で離脱するまで、ビルまで軍に勤めた。その間の1826年に、ヤンダボー条約が締結され、終戦した。ハーランは回復後、デリーの北の町、カルナルに赴任したが、1826年末に、東インド会社から去った。そして一般人として、 インドに泊まった。シムラーに滞在した後、イギリスとパンジャーブの境界線であるサトレイジ川の最先端であるルディアーナーへハーランは移った。パンジャーブのマハラジャであるランジートシングの下に入ることを決めた。パンジャーブに入る、妖精の返事を待っている間、追放されたドゥルラーニー町のシャーであるシュジャーシャーと会い、結局その下に入った。 シュジャーシャーからの財政援助を得て、ハーランは、インダス側に沿って、アフガニスタンのペシャーワルからカーブルへ入った。そして彼は、追い出そうとしているドーストムハンマドハーンとカーブルで、会った。ペシャーワルでは、インド大衆のジャバーハーンと会った。ジャバーハーンは、ドーストムハンマドのライバルであるシュジャーシャーから見ると、同盟国として考えられる重要な人物である。 ジャバーハーンの下に止まっている間、ハーランはドーストムハンマドの影響力があまりにも強いと理解した。そしてアフガニスタンの外部から影響を及ぼすことが必要だった。彼はパンジャーブでそれを探すことにした。ハーランは1829年にパンジャーブの中心地であるラホールへ行った。そこでフランス人の探検家ジャン・フランソワ・アーラードを探し、 アラードはハーランをマハラジャのランジーとシングへ紹介した。マハラジャはハーランに軍の役職を与えようとしたがハーランは断ったため、次にマハラジャはグジャラート州の知事を与えようとし、その前にハーランの能力を試すことにした。1829年12月、ラホールのマハラジャに最近征服された2つの地区の知事に赴任した。 ハーランはここでは何をしたのかはほとんど判明していないが、おそらく成功したと思われ、1832年5月にグジャラートの知事へ移ることになった。グジャラートには、ハーランが赴任して、すぐに有能で勇敢だとされる、イギリス人のヘンリー・ローレンスが来た。ヨーロッパ人の知事が任命されることは珍しかったが、ハーラン・カズトというわけでもなかった。 ハーランの同僚であるパオロダイア・アビタービルはワジー・ラバードの知事となりジャンバティスト・ベンチュラは1831年にデラガジカーンの知事に任命された。ハーランはホームズという名前のイギリス人によってグラジャートの知事を順番に後を追われた。1838年、ハーランはウズベクの奴隷商人とその司令官であるミュラッド・ベグに対して遠征を仕掛けた。 それは、ドースとムハンマドが、カーブルの外側へ力を伸ばすことを支援したいことと、そもそも奴隷制度に反対であること、近代軍がヒンドゥークシュ三脈を横断できることを証明すること、といった複数の目的が合わさったものだった。千四百人の騎兵と千百人の不評、千五百人の補助人員、二千頭の馬と四百頭のラクダ、一頭の象を引き、 ハーランは自分自身のことを現代のアレクサンダー大王だと考えた。そして若い息子とドースとムハンマドの秘書も連れて行った。インドのコーカサス山脈の頂上でアメリカ国旗を掲げるなど困難な道のりの後、ハーランは奴隷商人を恐れている地元のハザーラビトを軍に補強した。最初の大きな戦闘はタジク人奴隷商人に管理される砦の短い。 包囲だった。ハーランの大砲は要塞を片付け、このパフォーマンスの結果、地元の人々はハーランを支持するようになった。地元の統治者のうち、最も強力で野心的なのは、ゴール、王子ことムハンマドレフェベグハザラである。ハーランたちは彼らに十日間世話になり、その間に彼らの注目に値する、近代的な規律と組織を観察した。レフェたちの文化は、 その地域では珍しく奴隷制度は存在せず、男女平等にハザラを称賛した。ハーランはレフェと協定を結び、ハーランとその相続人は永久にゴール王子となった。その返礼に、ハーランはゴールの力を拡大するため、軍を挙げて訓練した。ハーランがカーブルに戻った時、第一次アフガン戦争のため、イギリス軍が到着していた。 ハーランはイギリス軍にとって好ましくない存在であったためアフガニスタンを去ることにした。アフガニスタンを出発した後、ハーランは短い間ロシア帝国に滞在した。彼のことをイギリスで知っている女性が、彼はロシアの農民が向上することを手伝うことができる、経験豊かな管理者であると手紙を送っている。しかし、 彼は政府に連絡せずすぐにアメリカへ戻ることに決めた。アメリカに帰国したハーランは国民的英雄として祝福された。彼はプレスを相手に王位を失ったことを後悔していないことを言い、アメリカ市民の尊敬すべき地位から見ると王国と広告は軽薄に見えると語った。彼の栄光はインドとアフガニスタンでの回顧録を出版した後、急速に薄らいでいった。 ハーランはアフガニスタンを攻撃するイギリスの王政を卑劣であると攻撃した。最も有料すべきことはロシアがイギリス帝国を攻撃することを選択すれば深刻な被害を与えることができるとハーランは記した。ハーランはイギリスでは非難された。しかし彼の本は公式には信用されていないが密かに歴史学者とイギリス軍によって テーブルの下で読まれたとある歴史家が述べている。アメリカのプレスはハーランをこきおろさなかったが、この論争により彼は他の本を出版できなくなった。ハーランは資金が減ったこともあり、新しい仕事を始めた。アメリカ合衆国西部を開発するため、ラクダを輸入するようにアメリカ政府へ働きかけた。彼の本当の目的は、 ラクダを注文するためにアフガニスタンへ行くことだった。ラクダは値打ちのある投資であると政府に信じさせ、特にジェファーソン・デイビスの秘書に興味を持たせた。しかし、ラクダはアフガニスタンよりアフリカから輸入した方が安いことが判明した。アメリカの馬、ラバ、牛が攻撃的なラクダに対して嫌がるのをアメリカ陸軍が見つけ、1863年に ラクダ部隊は解散した。ラクダはアリゾナで放たれた。ハーランの次の仕事はアフガニスタンの武道を政府に買わせることだった。彼はこの準備に2年を費やしたが南北戦争が近づいたことにより阻まれた。ハーランは連隊を率いていく予定だった。常に奴隷制度に反対して彼は連隊を挙げたが、彼は 軍の手下と東洋の王子のような方法で仕事をすることに慣れていた。このことは軍法会議に触れ、年老いたハーランは健康問題もあって探検家としての活動を終了した。彼はサンフランシスコで医者として働き、1871年に結核で死んだ。忘れられた存在だった。ありがとうございます。